儀礼用の鎧に身を包んで騎乗する、建立帝。ジュゼッペカスティリオーネガキヨシは、征服により成立した王朝で、軍隊によって維持されていた。建国時の皇帝は、個人的に軍隊を組織して率いた。その後も、帝国の文化的、政治的な正当性は、外敵から国を守り、領土を拡張することに根拠を置いていた。従って、軍事組織、指導者、 および財政は帝国の初期の成功とその最終的な崩壊のいずれにとっても根本的な要因であった。初期の平成は八期を中心にしたものであった。八期は社会的、経済的、および政治的な役割を兼ねた団体であった。旗の制度は1601年には非公式な形で発達し、1615年には女神の指導者ヌルる八によって、 公的な制度とされた。ヌルハチの息子本大寺は、さらに、旗の制度を発展させ、満州人による旗と同様に、モンゴル人による八旗を創設したほか、1644年から始まった、明朝の完全政当戦より前に降伏していた、漢人からなる八旗も創設した。1644年以降、清に降伏した民軍は緑栄に編入された。 緑栄の兵力は最終的には旗の3倍になった。満州人の皇太子が八期を率いて民軍を破ったが1683年以降は平和が続き八期も緑栄も有効性を失っていき始めた。都市に駐屯して兵士たちが訓練する機会もほとんどなかった。それでも真は優秀な装備と兵艦を活用して中央アジア方面に深く攻め入り、 1759年には、モンゴル系のジュンガルブを破り、新疆の征服を果たした。帝国は、権竜帝の従前武功を誇りとしたが、それとは裏腹に、18世紀末には、新軍は、かなり有効性の低い軍隊になっていた。装備の貧弱な白蓮教徒の乱を鎮圧するのに、莫大な戦費を投じて10年を要し、しかもその一部は、地方の肝心エリートによって引きられた。 義勇兵を認めたことより、ようやく鎮圧できたのであった。太平天国の乱では、大規模な放棄がカナンで始まり、1853年には、北京から数キロのところまで侵入された。真の朝廷は、漢人の総督祖国藩をして、地方軍を創設させるしかなかった。この新しい種類の軍隊とその、漢人指導者たちによって、反乱は鎮圧されたが、そのことは、 軍事組織における満州人の優位が終わる兆しともなったのである。産業革命の起こった欧州で軍事技術が発展したことにより、新軍の武器、装備は急速に陳腐化していった。1860年の第二次アヘン戦争では、イギリス軍とフランス軍が北京を占領し、延命園を略奪した。衝撃を受けた朝廷は、欧州の技術を購入することにより、 軍と工業の近代化を進めようとした。この自供運動により造船所を設置し、欧州から近代的な大砲や軍艦を購入した。新国海軍は東アジアで最大の規模になった。しかし組織や兵団は不十分で、将校の訓練にも欠陥があり、腐敗が広く蔓延していた。北洋艦隊は1895年の日清戦争でほぼ壊滅した。 清は新軍を創設したが、1900年の義和団の乱の際の8カ国連合軍による侵略を防ぐことはできなかった。その後、1911年に起こった新軍の反乱が帝国の滅亡につながった。県立帝の南方行行第十二巻宮殿への帰還1764から1770女王が17世紀初期のヌル八による 満州民族の統一と、明帝国への挑戦の成功の鍵となったものの、一つは八期の創設であった。八期は、満州人のみで構成される団体で、軍事的な効率性を持つとともに、経済的、社会的、政治的な役割も併せ持っていた。遅くとも1601年には、ヌルハチは、配下の兵士たちとその家族らを、ニルと呼ばれる、常設の代替に登録させた。 ニルというのは、女神族の男たちが伝統的に軍事協練や戦争遂行のために編成した小部隊の名称から取ったものである。1607年までには、これらの大隊をさらに大きなグサ類は旗と呼ばれる単位にまとめた。旗は軍旗の色で区別された。1615年には各旗に紅の縁取りを加えた旗を編成して、 女神族の軍隊として全部で八期とした。旗の制度においては、ヌルハチの新国家に敗れた他の女神の部族を単純に代替として編入することで吸収できた。この統合の制度によって女神の社会が小さな部族単位の縁組を超えて再編成されることにもつながった。真の支配は万里の頂上の北まで拡大し、旗の制度も拡大を続けた。 モンゴル系のチャハルを他のモンゴル部族の力を借りて1635年に破って間もなく、ヌルハチの息子で後継者の本体寺は、新しいモンゴル系の家来と同盟者をモロコ8期に編入し、元からある満州8期と並立させる体制とした。本体寺は、肝心の軍を統合することにはより慎重であった。1629年、彼は最初に、 韓軍一個を創設した。1631年には、これらの韓軍に、西洋式の大砲を製造、運用できる兵たちが編入され、これにより、従軍と改名された。1633年までには、これらは20個、中隊4500人になり、黒い軍旗を与えられていた。これらの韓人の部隊は1637年に、木に、 1639年には4期に、そして最終的に1642年に8期に、編成された。これらは、官軍8期と呼ばれる。旗の序列は次の通り、正規、期、正次郎、正くれない、次郎、くれない、正愛、愛。このうち、正規、期、正次郎までを総称して、上3期と呼び、皇帝時期卒である。その他の旗は、下5期と呼ばれ。 動の各旗の旗王は一人ではなく複数人おり、皇帝の巫女やその子孫が旗王に封じられていた。その中では爵位をもとに序列が存在し、最も爵位の高い旗王が旗全体を代表しており、ヌルハチの直径子孫で建国に功績のあった巫女の子孫である、新王家の新王たちがそれを担った。ヌルハチの時代と本体時の時代の初期は、これらの旗王たちが、 犠牲大臣会議と軍の最高指導部を構成していた。緑英の漢人兵1644年に北京を占領し、元は民国であった広大な地域を清が支配するようになった後、相対的に規模の小さい旗に清に降った民軍の一部がさらに付加された。これらの部隊のうちのいくらかは当初は漢軍の旗に受け入れられたが、 1645年以降は、緑英と呼ばれる新しい部隊に統合されるようになった。緑英の名称は、軍旗の色にちなんで名付けられた。清は征服した地域に、漢人の軍を創設した。緑英は1645年に、三世、先世、漢宿、江南に、1650年に、福建に、1651年に、両港に、 1658年に、紀州に、1659年に、雲南に設置された。彼らは、民の時代の階級制度を維持しており、旗と緑栄の混成の昇降団が指揮した。これらの緑栄の兵力は、最終的には、旗の兵力の3倍に達した。清志が民を征服する過程では、満州人の旗が最も有効な戦力ではあったのだが、 多くの戦闘が、官軍や、緑英の部隊により行われた。特に、満州騎兵が活動しづらいカナンでの戦線になるほどその傾向が強かった。1673年に勃発した三藩の乱では、旗の戦果は悪かった。満州人と漢人の商工団に引き入られていたとは、いえ、1681年に敵を破り、中国全土の統一の達成を助けたのは、 緑英であった1683年に台湾の停止政権を破った海軍力の主力を構成したのも緑英であった。旗と緑英は独立した軍隊で中央の朝廷から給与を支給されていた。さらに地方の小レベルから村レベルまでの行政長官はそれぞれ独自の地方民兵を保持しており、警察活動や災害救援に用いていた。 これらの民兵は、地方財源から、少学の年俸を支給されて、非常勤の奉仕義務を、負う例が多かった。1645年5月の、幼衆大虐殺を示した、新潮末期の規範が、19世紀後期には、反身革命主義者たちが、民衆の反身感情を刺激するために、この虐殺事件を利用した8期の軍は、民族系統によって大きく、 満州八旗と蒙古八旗に分けられていた。しかし、満州八旗の民族構成は、満州人の主人の家庭に、満州人以外の下木が登録されるにつれて、とても、満州人の身とは言い難くなっていたことは指摘して、おかねばならない。民との戦争が進展し、満州人支配下の漢人の人口が増加するのに、合わせて、本体寺は漢軍八旗を作り、 この新しい人材供給源を取り込もうとした。しかしながら朝廷は、これら肝心の基人を、満州や猛虎と同等とは決してみなさなかった。なぜなら、彼ら肝心は、満州人の支配に服したのが、相対的に遅かったことに加え、その民族系統も肝心という異民族だったからで、ある。また、肝心の兵種は主に不評、公平、公平であったが、 このことも、ほぼ全員が弓騎兵である満州人の伝統から見れば、異質で馴染みにくかった。さらに、民の征服後は、漢人の騎人が担っていた軍事的役割はすぐに、緑栄に吸収されてしまい、皇帝と占領地の漢人との仲立ちをするという、官僚的役割も漢人の下居官僚の総督、巡部といった役職への任用の増加や満州人の看護習得、 漢文化吸収が進んだため重要度が低下し、乾立帝時代には、基人の人口増加に伴う八木の生活困窮と、国庫の財政負担の増加が大きな問題となり、官軍基人を民間席に移す官軍で旗が行われた。八木は、社会的、軍事的な機能を合わせ持つ団体であったため、その性質上、八木の所帯に属する人口は世襲制で、硬直していた。 皇帝の直令による特別の災禍がある場合に限り、旗同士の間での社会的移動が許された。それに対して、緑英は当初から職業軍隊となるよう構想されていた。民軍の残党を総動した後、満州八旗は兵力約20万人ほどであったが、この時に半分に分割された。半分は金領八旗として北京に駐屯し、 首都の防衛と共に、新朝の主力打撃部隊としての役割を担った。残りの半分は、中防八旗として、国内主要都市に分かれて駐屯した。満州人による清の朝廷は、自らが少数民族であることを強く自覚しており、漢人の中に埋没することを恐れた結果、満州人、モンゴル人と漢人の間の人種差別政策を強力に進めた。 この政策は八木の駐屯軍にも直接的に反映されており、市内で八木が駐屯する地域は壁で囲まれる場合が多かった。西州のように地域が強小で市内に駐屯地を確保できなかった場合には、八木とその家族を収容するために新たに要塞都市を建設した。帝都北京では、摂政ドルゴンが肝心全員を市外難港の 外情と呼ばれる地域に強制移住させた。北部の城壁で囲まれた地域は内情と呼ばれ、そこは市内に残った満州八期で分配し、それぞれの旗が市近城を取り囲む内情の各区画の警備の責任を負った。八期の部隊を中房八期として都市に駐留させる政策は防衛のためではなく、むしろ非政府民族を威圧するためであった。 しかし八旗の軍を都市に駐留させ続けた結果、騎兵としての連動が保てなくなる弊害が生じてきた。一世紀にわたる平和が続き、野戦の訓練も書くようになった満州八旗の部隊は、その戦力を大幅に劣化させた。そもそも民の征服までは、満州八旗は、市民軍であった。つまり、その構成員は普段は、満州人の農民や遊牧民であるが、戦時には、 国のために軍役の義務を負っていたのであった。ところが、新朝は八旗の軍を職業軍隊に転換して、その給与は国庫から支出する政策を取った。この政策は満州八旗に富をもたらしたが、それと共に腐敗ももたらした。そして、戦闘部隊としての能力を失わせるのを促進することになった。基人たちは飲酒やワクにうつつをぬかし、劇場や、 売春宿に入り浸り、しばしば借金を抱えるありさまで、八期内では、感劇を禁ずる命令が出るほどであった。1759年のヤシルクルコ付近での進軍と、ウイグル族の補者たちとの戦闘それと同時に、緑への能力低下も進行していた。平和な時代にあって、兵士の職は、単なる復讐入源となっていた。 兵も指揮官も一様に訓練などはせず、自分たちの経済的利益の追求に没頭していた。腐敗がはびこり、地方部隊の指揮官たちは、兵員数を過大に申告して、給与や補給物資を水増し請求し、差分を着服するなどしていた。1 7 4四年の白蓮京都の乱の鎮圧の、際、緑英の兵たちはまともに銃の射撃もできないことが、露呈したとき、 地方長官はそれを敵の妖術のせいにした。これに激怒した、権竜帝からの返書には、下記も扱えない無能さは、緑栄に広く見られる一般的な病であり、兵たちは言い訳ばかりだと述べている。真の皇帝たちは、堕落した軍を様々な方法で立て直そうとした。権竜帝の時代に清はその最大の半島にまで拡大したのであるが、 乾隆帝やその将校たちは、頻繁に軍旗の緩みについて書き残している。乾隆帝は、皇帝が参加する木蘭の秋の狩猟を軍事演習の、形で復活させた。この大規模演習には、金両八期と厨房八期の両方から選抜された数万の軍勢が参加した。また、乾隆帝は、勝負の気風を養うため、朝廷の英子たちに命じて、 戦闘での勝利や大越兵式、木乱の秋の狩料など、軍事を題材にした作品を多数制作させた。ハイランチャ建立58年ソロンドラールと高村の民兵を組織させ、断連と呼ばれる独立軍とした。祖国藩の戦略は、太平天国軍からの直接の脅威を受けている省から地方の共振に依頼して、新しい軍事組織を立ち上げることであった。 この新しい軍隊は、それが調母された湖南地方の通称にちなんで、将軍として知られるようになる。将軍は、地方民兵と独立軍の混成部隊であった。将軍は、専門的な訓練を与えられたが、地方財源と指揮官たちの拠出金から給与が支払われていた。将軍と、それを継承して、祖国藩の弟子乗り交渉が創設した外軍をまとめて、遊泳と呼んだ。 将軍を創設して指揮を取るまで祖国藩に軍事経験は全くなかった。古典的な教養を学んできた文官である彼が描いた将軍の青写真は歴史から学んだものであった。秋代の将軍、関津にてるは16世紀頃に民の正規軍が弱いため彼独自の紙幣を設けて和光を撃退することを決断した。 関継ぎてるの協議は、軍人は直属の上官に対して、忠誠を尽くすとともに、自分たちが育った地域にも、忠誠を尽くすという総明理学の考え方に、基づいたものであった。これは、最初のうちは軍に優れた指揮を与えた。関継ぎてるの軍は、海賊対策という個別問題のための特例的な、解決策であった。祖国藩が将軍を創設した時の最初の意図もそれと、 同じことで太平天国の反乱を鎮圧するための特例的なものという考えだった。しかしながら反乱が続く社会状況の中で遊泳は新軍の常設部隊のようになっていった。そのことは長い目で見ると新朝の中央政府にとっては問題を生じることとなる。1894から1895年朝鮮の影響力をめぐって戦われた。 日清戦争では、日本軍が新軍を破った第一に、遊泳の仕組みは、真の軍事組織における、満州人優位の原則の終焉につながりうる。八期と緑英は国費を食いつぶながら規制して、生きながらいていたが、今後は、遊泳が、新朝の事実上の、第一戦の軍隊となる。第二に、遊泳の部隊の財源は、地方財源から拠出され、地方の指揮官が指揮していた。 この権限以上は中央の朝廷が全国を掌握する力を弱めることになる。この弱点は19世紀後半に清帝国の様々な地域で外国勢力が自治権のある植民地の獲得競争をするようになるとさらに悪化した。これらの深刻な負の影響がありながらもこの方法が必要だとみなされたのは反乱軍に 選挙されたり脅かされた各省からの税収が資金不足の中央朝廷に届かなくなっていたためであった。最後に遊泳の指揮構造の性質は指揮官たちの間で遠古主義と身内美意気を助長した。ここで官易を上昇させた彼らが真の最終的な滅亡と20世紀前半の中国における地方軍閥構想の種をまくことになったのである。 19世紀末頃までに、清志帝国は、反植民地国家へと急速に転落した。新朝帝内部の最も保守的な集団でさえ、諸外国の万人に比べて、新軍の弱さを無視することはもはやできなかった。第二次アヘン戦争中の1860年、首都北京の延命園は、英仏連合軍2万5千人の比較的小規模な部隊によって略奪された。 火薬を発明したのは中国であり、中国の戦争では、総王朝の時代から火薬が使われ続けてきたが、ヨーロッパの産業革命の結果、現代的な火器が登場したことにより、中国の伝統的な訓練と装備による陸軍、海軍は陳腐化していった。1860年の屈辱的な北京占領と延命略奪の後、 祖国藩や理工省のような官僚たちや満州人の文章は西洋の進んだ武器技術を習得し西洋の軍事組織を模倣しようと努力した。中国兵が現代的な小銃を装備して外国将校が指揮する特別の旅団は祖国藩や理工省が太平天国の乱を鎮圧するのに活躍した。 理工省の Y 軍も西洋式の小銃を装備して西洋式の訓練もいくらか取り入れた。その一方、北京では共振能益権と文章が新規英というエリート部隊を創設した。新規英はロシア製小銃とフランス製大砲を装備してイギリス人将校が訓練をした。2500人の騎事よりなる。 この部隊が10倍以上の俗軍を破った時には、良質の装備と良質の訓練を受けた少数、性があれば、首都の防衛は十分可能であるという文章の着想を証明したかに見えた。軍の改革の主眼は、兵器を改善することに置かれた。現代的な小銃と弾薬を生産するために、祖国藩は、祖州に兵器省を創設した。その後、上海に移転され、 高難危機器製造総局に拡張された。1866年には、佐相等の指導の下で洗練された復讐先生局が創設された。これは、沿岸防衛のために現代的な軍艦を建造することを目指していた。復讐先生局では1867年から1874年までの間に15隻の船を建造した。他の兵器賞は南京。 天津、蘭州、四川、三島に作られた。復讐造船省の顧問を務めたフランスの海軍士官プロスペジケルは1872年に中国は急速に西欧列強の手強いライバルになりつつあると書いている。これらの改革と改善のおかげで、新朝は国内の反乱軍に対しては全般的に優勢となった。1864年に 太平天国を滅ぼした後、新式装備の軍隊は1868年には年軍の反乱、1873年には奇襲の苗族反乱、同じく1873年には雲南のパン税の乱、そして1877年には新疆で1862年から続いていた大規模なイスラム教徒反乱を破った。国内の反乱を鎮圧したことに加え、清は、 外国とも戦って比較的成功した。新軍は1874年の日本による台湾出兵を外交的に解決することに成功し、1881年にはロシア人を入り側から追い払い、1884年から1885年の清仏戦争では、海戦で多くの失敗を重ねたものの、こ着状態に持ち込んだ。1912年に、 成長は崩壊し、四川の新軍は、ラサを去った、軍近代化の改革の結果として、実質的に軍事力が向上したが、1894年から1895年の日清戦争において、明治維新後の日本に完敗したことによって、軍事力はまだ不十分であることも露呈した。新国で最強の部隊と長かった Y 軍と北洋艦隊も、日本の よりよく訓練され、よりよく指揮され、機敏な陸海軍には及ばなかった。日清戦争における驚くべき敗北と、その後の屈辱的な結末を見ると、それまでの軍事改革が完全な失敗であったかのようにも見える。長い間、西洋と中国の学者たちは、軍の近代化を阻んだ要因として、中国人あるいは満州人の自民族中心主義と、 海地通常的世界観が近代化の要請と相入れない点を挙げてきた。より具体的な要因としては、財源不足、西洋的な訓練技術に適合することへの抵抗感、そして文章や理工証といった指導者個人への過度な依存が挙げられる。自強運動の時期の調停による近代化の努力は多くの歴史家たちによる誤自衛の視点で見ると少しずつではあるが、 いくつかの永続する成果ももたらしたと言える。新潮末期の近代化の努力は進んでいたが、見かけ上は失敗したようにも見える。その理由は財源不足や政治的意思の不足や伝統を捨てることへの抵抗などいろいろと挙げられる。これらは現在でも議論の残る部分である。訓練中の北洋軍1894年から1895年の 日清戦争に敗れたことは、新朝の転換点となった。中国からは長い間、日本は和光の海賊の成り上がり国家に毛が生えた程度の国と見られてきたが、それが巨大な新国相手に有無を言わさぬ勝利を収め、その過程で新帝国の誇りと成果をも壊滅させた。そのようにして日本は、それまで西洋国家の独断上であった、植民地主義の列強国に加わった。 最初のアジア国家となった。日清戦争の敗戦は、それまで封建制国家であった日本が、明治維新を経て西洋国家やその経済的、技術的進歩を模倣するようになってからわずか30年後のことであるという文脈の中で考えると、清朝にとっては乱暴に眠りから起こされたようなものであった。最終的に1894年12月、清朝は、 軍事組織の再編及び選抜部隊に西洋式の訓練、戦術、武器による再訓練をする具体的措置を取った。これらの部隊は総称して新軍と呼ばれる。これらの中で最も成功を収めたのがかつての Y 軍の指揮官であった遠征外将軍による全般的な監督と統制のもとにあった北洋軍であった。遠征外はこの地位を使って その後中華民国大総統になり、最後には中華帝国皇帝に即位した。19世紀末に形成された様々な軍とその指導者たちは20世紀に入っても政治を支配し続けた。軍閥時代には新末の様々な地方軍に由来する軍閥同士に加えて新しい軍国主義者たちも交えて互いに構想するようになる。ありがとうございます。